こんにちは、つもりです。今日は手をついた時とかに手首がこう痛むよっていう時のためのテーピングの方法についてお伝えしていきますね。で、グッとこう作ってるのは手首がこう反った状態で、なおかつ地面と自分の体重の圧力がグッとこう手首にかかって痛みが出てしまうんですけど、その、痛みをこう減らすために行ってほしいテーピングっていうのがあるんですね。で、ホワイトテープっていう白いテープ、固めのテープを使うのが一番なんですけど、そのテープがちょっと今ないから、このアンダーラップっていうかなり薄めのテーピングの下地に使うようなテーピングの方を使って解説していこうと思います。で、手首痛かったらテーピングとかサポーターとかって単純にこう巻きつけるだけじゃないですか。こんな感じね。こうついて痛い場合は、この手首の、甲側だから、こうグッと曲がる内側の方ですよね、幅分テーピングを出してもらって、ぐるーっとこう巻いていきます。この紐状にした状態で、紐の部分が手首の関節のちょうど上を通るように巻きつけます。こんな感じで、でこれはアンダーラップがすごい柔らかいから固定力がないんだけど、ホワイトテープの場合はめちゃくちゃ硬いんで、かなり制限されることになるんですよね。で、その上から1回か2回ぐらいそのまま巻きます。この時に手首がこういう状態で巻かへんように、ちょっとこう余裕を持たせて、この状態をちょっと垂らしたような状態をキープしながら巻いてみてください。はい、これで完成です。ここにつっかえ棒みたいなのがあるので、グッと反った時に手首が完全に後ろにこう反らないような状態になるんですね。だから、こうグッと手ついたとしても、手首がグッとこうはまり込んで力が加わるっていうことが少なくなるので、この手をついた時の痛みっていうのが減るんですね。白いテーピングなんかは100均とかでも多分売ってると思うんで、なかったらまあ薬局とかですね。手をついた時に手首が痛くなる場合は、このテーピング方法を試してみてください。これはアンダーラップで、今回代用品なので使ってるだけなので、これではあんまり効果ないんで、ホワイトテープとか、まああったら茶色のキネシオテープとか、そんなのを使って試してみてください。以上、つもりの体チャンネル、つもりがお送りしました。それではまた。